はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらフリードプラスクロスターで、はい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 、今日もやってまいりました、今日はですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで車の方をお借りしてレビューしようと思います、早速外装の方を見てみましょう。ホンダフリードプラスハイブリッド、クロスターということで、なかなかね、かっこいいスタイリングしてますよね。アウトドア派におすすめといったところでしょうか。で、今回のね、このカラーリングね、シルバーミストグリーンメタリックということで、結構ね、いい色してますよね。メタリックカラーなんでね、光の加減で色味が変わってきますよね。で、特にね、このフロントのバンパーが、変わりましたよね。クロスターはね、フォグライトが LED でつきます。鏡面のね、フロントグリルもこれちょっとね、色はついてるのかな。横から見たらこんな感じです。いや、コンパクトボディですよね。ミニバンなんですけども、結構スタイリッシュですよね、フリードって。このドア周りのね、キャラクターラインからこのね、後ろに流れるこのライン、いや、なかなかね、綺麗な、ラインしてるなと思います。で、このリアガラスもね、結構鋭角なデザインになってて、もったりしたデザインではないなという感じがしますね。で、クロスターはね、このサイドガーニッシュが黒で締められてますね。タイヤの方は185の 65R15 15インチを履いております。これね、ホイールもね、これ真っ黒じゃないんですよね。ちょっと濃い茶色と言いますか。で、これね、フロントのね、ここね、穴ぼこが開いてるんですよ。フロントバンパーの下の部分から空気を取り入れて、この溝からね、空気が排出されると。それによってね、このタイヤのところに乱気流をね、発生させない、このエアカーテンを作るらしいですね。で、このフロントのね、この下の部分に、このベロ、このゴムのベロベロがね、ついてるんですよね。これがフロントと、このリアタイヤのね、前についてます。これによってもね、空気抵抗が変わってくるということですね。後ろから見たらこんな感じです、リアのね、デザインもだいぶ変わってますよね。アグレッシブなね、デザインに変わったなという感じがします。特にね、このリアの下回り、この辺がね、デザイン的にだいぶ変わったなという感じがしますね。あ、これセンサー結構モコモコしてる。ちょっとこの棚取ってみますね。ものすごくね、下までスペースが確保されてますね。これね、本当にね、床ギリギリまで、かなりの低床設計ですよね。低い位置から荷物を入れれるということですね。ちょっと座ってみましょう。これぐらい、もうちょっとね、ここ太もも余るぐらい低いです。これだとね、荷物ね、すごい入れやすいですよね。で、よくできてるのがね、これ、ところどころにね、こういったフックがあるんで、紐掛けができるんですよね。この辺もよく考えられてるなと思います。タイヤパンクキットが入ってたり、工具が入ってたりしますね。後部座席にね、こんな蓋みたいなのがついてるんですよ。これで、まあ、フラットにはならないんですけど、なんかかなりね、頑丈な板が設置されます。これ座席の倒し方。これ持ち上げの縦にね、ほら、こんな感じで収まる感じです。おお、倒しいの。で、このベルトを外して、パターンっていう感じですね。こうするとね、結構なスペースが確保できます。さらにね、オプションパーツで棚とか付けれます。あとこれ、意外と便利。この扉の上にね、ライトがついてるんですよね。いや、すごいね、なんか屋根のような感じで使えますよね。これだったらアウトドアシーンでね、雨が降ってもちょっと屋根代わりになりますよね。これほら、屋根代わり。ではね、内装の方を見てみましょう。シートの方はね、こんな感じですね。両サイドがレザー調で、真ん中はね、ファブリック素材になってますね。一瞬ね、カモフラージュのようなデザインですよね。で、このハンドルのね、下回りには後部座席のね、扉のスイッチが、ありますね。やっぱフリードはね、この操作系がね、結構いい位置にあるなと思います。ほら、こんなね、ちょっとした棚もね、出てくるし、
ドリンクホルダーもいっぱい完備ですよね。で、シートヒーターもついてます。これいいよね。ちょっと後部座席お邪魔します。あ、こんなところに手すりが。ちゃんとね、この日差しよけも出てきます。フリードプラスはね、5人掛けタイプになるんですが、後部座席ね、やっぱ余裕の広さですね。リクライニングもできますやっぱね、乗った瞬間ね、すごい落ち着く空間だなと思いますね。5ナンバーサイズでね、ボディサイズはそんなに大きくないんですが、乗ってしまうとね、この広さとこの落ち着いた空間っていうのはね、さすがフリードホンダだなという感じがしますね。通常のね、ルームミラーの上にこのほら、ちょっと湾曲のあるミラーがついてます。これでね、運転席から後部座席の様子をチェックできるというものですね。一応バイザーのところにライト付きのね、ミラーがあります。あ、こっちは、あ、こっちもライト付きや。いいな。ほら、結構フリードってね、いろんなところにライトがつくんですよね。こう、後ろについてはね、この天井と、さっきのね、さっきのほら、下の部分、この扉のところにもライトがついてると。フックもあらゆるところについてます。このステップがあって、すごい乗り降りしやすいんですよね。っていうか、めっちゃ低いわ。はい、いかがでしたかね、クロスター。なかなかね、これいいパッケージリングだなと思います。こちらの車は、ホンダカーズ大阪東花園店さんで販売してますので、詳しくは下の概要欄をクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでホンダフリードプラスクロスターでした。ジャーニーボーイシュー。